サッカーキプロス代表は、キプロスサッカー協会によって編成される、キプロスのサッカーのナショナルチームである。FIFA フフワールドカップ及び UEFA、欧州選手権本大会への出場はない。1960年にイスラエルと初の国際試合を、行い1から1で引き分けた。1963年にイギリシャとの親善試合で3、の1で勝利し、国際試合初の勝利を挙げた。 UEFA 欧州選手権1984予選でイタリアと1の1で引き分け、1989年には W 杯予選でフランスと1の1で引き分けるなど、ホームではたびたび結果を残したが、長らく W 杯や欧州予選でのアウェー勝利はなかった。1992年に W 杯予選でフェロー諸島を2から0で破り、初のアウェーでの勝利を記録した。 UEFA ユーロ2000予選ではホームでの初戦で、スペインに3-2で勝利する、大金星を挙げ、グループ最終戦で勝てば、プレイオフ進出という場面に持ち込んだが、アウェーで、オーストリアに敗れ敗退した。UEFA ユーロ2008予選ではホームで、アイルランドに5-2で勝利、ドイツには1-1のドローに持ち込むなど検討が光った。2010年9月3日、 UEFA ユーロ2012予選のアウェーでの初戦、ポルトガル戦で、打ち合いの末試合終了間際に追いつき4から4で、引き分けるバンクルワセを演じた。直後に発表された FIFA ランキングで前月から一気に20ランクアップし、過去最高の43位を記録したが、近年は100位以下に低迷している。ありがとうございます。